暮らし花丸リフレッシュ。暮らしを豊かにする花丸な技やアイデアを学んでいくこのコーナーです。今日は朝からゴロ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 しながらテレビを見ているそこのあなた、サイエンスの世界にいざないます。今回の授業はこちらです。科学、夏休みにワクワクサイエンスです、うん、お家でお子さんだけでも子供だけでもできちゃう簡単科学を教わっていきます、はい、夏休みの自由研究の参考にもぜひしてください。科学実験ということですね。はい、そうです、うん、特別講師この方です。サイエンスヒルズ小松の谷真良先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。谷先生お世話になります。では早速まずはどの家庭にでもあるであろうこちらを使った科学になります。では先生参りましょう。レッツサイエンス。はい、では皆さんこちら前へお願いいたします。レッツサイエンス、ね、息ぴったりでしたけど、レッツサイエンス行きましたよ。その粉は何ですか。白い粉は何ですか。シルク粉の正体気になりますよね、はい、今回の実験かなり材料シンプルなんですよ、うん、粉の中に入っているということですが何が入っていますか、はい、この中に片栗粉、片栗粉と水です。へえ、片栗粉ですよ、はい、ということはあの白い粉の正体は、はい、片栗粉。なるほどそうなんです、うん、そちらを混ぜたものですね。今回ちょっとスタジオ用に多めに量を作ってるんですけれども、水 180g、 片栗粉 200g でお家でやってみてください、はい、では先生まずどうしたらいいんでしょう。まずですね、はい、どういう感じかということで、うん、指で、はい、エリさんね、そう、スーッと触ってみる、とこう指を入れてみてください。入れてみてください。あー気持ちいい。え、泥パックみたいなんか、トロースー、なんか砂浜の柔らかいこう砂をですね足の中でこう波が来て、はい、スーッと溶けていく感じからの先生。そうですね、素晴らしい例え、すごくイメージできます。今度はですね、うん、拳を作っていただく、原骨 で、うん、でちょっと力入れて、うん、上からパンチします。パンチ、はい、どんな感じ。やだなんか、やだなんかやだなんかって言ってますけど、いや思い切りやって、パンチいいですか皆さん、はい、やってみますよ。どうぞ、いきます。あ、硬っ。ゴンって言いました音も見た今。ほら、え、あ、なんか砂浜の感触とは全然違いますか、エリさん。なんかつかないんですよね、うん、びっくりするぐらいなんか表面の一瞬杏仁豆腐みたいな感じえ、ほら泥パックだって杏仁豆腐不思議ですよね。なんでなんでなんで、コートさんもよかったら体験してみてください、はい、まずは、あ、確かに泥パック、はい、ずっと入っていくんですよ、はい、とにかくね、この液体の中に指が、そして、はい、そしてこれをちょっと拳を作ってパンチしますよ、はい、いきますよ。お、本当だ。なんか一気に硬くなりましたね。そうそうそう、硬くなる。感触としては。音もゴンって言いますね。何ですかね、表面がこうパシッとくる感じの。そうなんですよ、原理気になりますね、はい、これ硬さどうして変わるんでしょうか。これはゆっくり入れると片栗粉ずっと動くんですけど、片栗粉の特徴なんですよね、こちら出ました、うん、はいはい、ゆっくり動くと、ゆっくりゆっくりなら動くんですが、速い動きができないん で力入れると片栗粉がブロックするというか、片栗粉が固まって反発するんですね。ゆっくりの力だと液体なんですが、そうそうそう、速い力を加えると、そうそう、片栗粉が固体のようになる。不思議だね、はい、なんで、すごい不思議ですね。ほら、ゆっくりな力唐揚げるだけじゃないんだねそうなんですよ、調理に使えますもんね、確かに確かに、はい、科学実験にも使えるんだそうです、うん、こうやって手のひらでこう触ってみてもらうとまたより分かるので試してみてください。そうですね、そーっと触ってみてください、うん、これ、ね、持ち上げるとね、手入ります。やっぱり力加えてしまうと急に固まってしまうので、このように持ち上げる感じですね。持ち上げる感じ、はい、持ち上げる感じ。あ、すごく硬くなって、とろーって、今の何え、びっくりじゃない。今度はじゃあちょっと待って、すくい上げて握ってみてください。力を加える、キュッ、あ、すごい、固体になったり液体になったりを繰り返すんですね。え、片栗粉面白い。力を加えると固体。そうなんですよ。これなんか自然界にこれあったりするんですか、私たちの身近に。これは千里浜の砂浜ドライブウェイ、細かい砂で力
加えると硬くなる。え、そうなの？チリハムの。チリハムと同じ。なんかこんな感じなの？すごい。同じ原理ですね。じゃあ力を加えてるっていうのは車でちょっと走ってたりとか。そう。自然界でも同じ原理なんですよね。では、こうした片栗粉の性質が分かったところで先生行きましょう。花丸サイエンス。はい。あのこんなこともできるっていう風で教えてもらいました。私試してみました。こちらですね、先ほどと同じ片栗粉と水の液体なんですけれども、はいはいはい、これをですね、今度はペットボトルの中にロートなどを使って流し込んでいきます。このように流し込んでいき、次はですね、こういった風船に入れたいんですよ。なので風船をペットボトルの口に取り付けてもらいます。で、反対側に向きにして、でキューキューという風に風船の中に液体を入れてください。そうするとこうして口を閉じて開けます。ムニュムニュしたここでボールになるんですよ、おもちゃにもなるんです。これおもちゃができちゃうってことですか。お持ちしました。面白い感触。ムニュムニュボール、どうです、触ってみた感じ。最初ギュッてやったら硬いんだけど、やっぱ柔らかくなるんだ、ね、こう開くと柔らかくなる、力を加えるとちょっと硬い。そうなんです。へえ、面白い。あの握力が鍛えられそう。前腕がすごく鍛えられそうですけど。片栗粉枕とか流行りそうじゃない。何、こういった時に硬くなるのか。自分で当てられます。ぴったりの、ね、どうですか先生、片栗粉枕。まあ面白いかもしれないですね。冷やしてあんまり面白くないって。え、先生本当はあんまり面白くないと思ってます。いや、冷やして使えばいける。あ、冷やしてやったらいい。片栗粉枕を冷やすの。そう冷やして。やっといいんですか。めんどくさくていいじゃないですか。エリさんが言ったんです。はい、あの皆さんも簡単にお家でできるものですので試してみてください、はい、そして先生、コマーシャルの後は、はい、こちらですね、はい、紙を使った花咲くサイエンスご紹介します。お花ですか。はい、そうです。さて、今回のくらしい花丸リフレスクールはサイエンスヒルズ小松谷先生をお招きして夏休みにワクワクサイエンスを教わっています。さて、今度使うのはこちらの色紙になります。では先生行きましょう。レッツサイエンス。では説明お願いします。はい、紙をですね、こんな形にします。そうですね、よしか。お花の形にします。で、つぼみのようにした状態にして、はい、ちょっとクシュクシュっとしてるんですよね、はい、でこれをね、水の上に浮かべます。やってみますか。やってみてください。そっていきますよ。そうすると、どうなるんですか。すごい生きてるみたい。徐々に開いていくんですね。ふわっと花開くんですよ。すごい。なんでなんか風情がありますね。サイエンスです。じゃあよかったらまずは皆さんも試してみてください。じゃあ赤いお花先生入れたから。はい、いろんなお花ありますね。またさん何色にしましょう。黄色入れます。おー、早速。わー、すごい。エリさんの開いた。私のも徐々に開いていきますね。そうなんです。開かない花はないですね。くりと深いこと言ったの。本当だ、風情のある花。さあ、これでゆっくり見ていきたくなるんですけれども、これどうして花開く、どういった科学なんでしょうか先生。これはあの紙は、ね、植物の繊維でできているので、はい、あの水につけると太く短くなるし、で折り目のところに水がつくと、あの元に戻ろうと、どんどん開いていくね。水につけると元に戻ろうとする、そんな特徴性質があるんですよね。これ実際このお花の紙どんな風に使ったらいいのって作ったらいいのっていうところなんですけども、まずは大きな紙をですね、半分に1回折る、で2回折る、で3回折ってください。そしてこの周りをチョキチョキチョキと花びらの形に切っていただきますと、スイッチこのような大きな紙できますので、花びらをパターンパターンパターンと1枚ずつ丁寧に、畳んであげてください、はい、そうするとこれで浮かべるお花の完成です。はい、こちらを浮かべてあげます。1枚ずつ畳んでください。はい、でこれはですね、どんな紙でもできるんです。であと紙の種類によってこの開き方違うんだそうで、エリさんよかったら新聞紙、あと薄めの紙もありますのでやってみてください。じゃあ私新聞紙でどかしますか。あ、そうですね、どかしますか。はいはいはい、ピピッと。はい、じゃあ僕は薄い紙ちょっと使いますよ。お願いします。じゃあいきます。はい、早い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 
ニュースが花開いていきますので、はい、私もちょっと早送りみたいな、はい、2つの色の、はい、おもうどんどん開いて、早いですね、あ早いですね、すごいスピード、でも逆にちょっと薄いからここは水分がちょっとかかっちゃって、ああ一瞬で切れました、面白いですね。そんな感じでね、髪の違いを感じるのも楽しいですよね。さあではここで髪の特徴が分かったところで、さらにワンランク上の花丸サイエンス、どんどん決まってきました、やった。はい、今度はですね、さらに大きなオケ用意しました、ドドンと入ってきましたけれども、はい、先生こちらを使った夏のお花畑作っていくんですよね、はい、説明お願いします、はい、今度はですね、あの花をたくさん、咲かせたい、咲かせたいということ で、 そうですね、このポケとあとのところにボードを用意しました、はい、まあ透明なボードですね、でこの上にはつぼみの花を乗せていただいて、でそれを一気に沈めると、そうするとここにお花畑ができる、なるほどなるほど、はい、ロマンチックですね。なるほどね、大きなものでやってみましょう、うん、ということで、たくさんこう置けばいいんですね、まあ、まあまあまあたくさん、そうすればこう一斉に開いていってお花畑になる、そうです、はい、あれ、うん、そうですね、あこれもあもう大きいの置いちゃいます、大きいの置いちゃいましょう、大きいのあったので、はいはいはい、ちょっと大きすぎたら、そう広げますか、もっと広げた方がいい、はいはい、もっと広げます、あちょっとねやっぱ最後には花開くので、はいはい、広め広めに取ってあげると、うん、場所いいかもしれないですね、そうですね、はい、やってみましょう、行きますよ、はい、夏のお花畑です、お願いします、さあ、うんうん、さあ、うん、はあ、行くかな、さあ一番大きい、大きいのも開きますでしょうか、うんうん、お花畑、あでもどんどん花が咲いてる、大きい花が、あ開いた、大きい花が開いて、大きい花開きました、開いて開いて、なんて書いてる、チラミチラミ、ひっくり、あとだ、からのあと一枚、いいですね、一番いいところが一番残ってますよ、ちょっと顔が見えてます、ちょっと顔が見えてます、谷先生の顔で、デコピンします、デコピン、デコピン、しなくていい、しなくていい、今、しなくていい、あよかった、当たりで、当たりとは何、何、当たりましたね、当たりです。はい、花開きました、あのこういった風にも楽しめると、なるほど、中にメッセージの書くのもいいんですね、そうですね、はい、二重にしたら、うん、あの時間差で中にまた違う花が咲く、あさらなる工夫ですか、ちょっとちっちゃいのを中に入れるんです、はい、あじゃあロマンチックっていう話ありましたけど、うん、僕まだ独身なのでプロポーズはこれで結婚してくださいバーッと花開いたら、これ素敵ですね、先生どうですか、そんなプロポーズはいいかと思います、ぜひ YouTube で配信してください。なるほどね。絶対あんまり響いてないんですよ。この枕を一緒に使いたいって片栗粉枕を。先生、片栗粉の枕はどうですか。まあ使えないことはないと思います。やっぱあんまり響いてないんだよね。難しいですね、はい、先生の OK をもらうのはなかなか難しいですが、皆さんもこのように楽しんでみてください、はい、1枚2枚重ねてみたり中にメッセージを書いてみたり、いろんな楽しみ方ができます、はい、そしてお片付けするまでがサイエンスですからね、先生そうです、そうです、最後にねちゃんとね、はい、回収してくださいね、お片付けもしてください、さて今回で科学って面白いなと思った皆さん、夏休みはぜひ谷先生もいらっしゃるサイエンスヒルズ小松遊びに来てほしいですね、はい、そうですね、はい、夏休みいろんな教室を用意してますので、ぜひ来ていただければと思います、あの12日から、サイエンスマジックショーやりますので、ぜひご来館いただければと思います、子供にいいリアクションできそうですよねなんでいいんですか、そこに負けたくないんですか、そうですね、お子さんもそして家族で楽しんでもらえたらなと思います、うん、そして今日ご紹介した実験はですね、この後 YouTube でも確認できるようになります、ぜひお子さんだけでもできるような簡単科学実験ですので、夏休みの自由研究の参考にもしてください、はい、今日は谷先生ありがとうございました、ありがとうございました以上リフレスクールでした。